皆さんこんにちは。臨床心理学概論1という授業の紹介をいたします。この授業を担当いたします現代心理学科の金坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。臨床心理学という学問領域が心理学の中にあるわけなんですけれども、あえてこの臨床という言葉の意味を確認したいと思います。辞書で引いてみました。広辞苑第5版にはですね、病床に臨むことというふうに簡潔に書いてありました。一方、新明解国語辞典第7版にはですね、実際に個々の病人について病状の観察治療をすることというふうに載っておりました。ですから、言葉のイメージとして、病気とか病人とかっていうとちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけれども、そういうイメージを持っていただいてよろしいかと思います。で、APA、アメリカ心理学会の心理学大辞典で臨床心理学っていう言葉を引いてみますと、こういうふうに載ってました。心理学から拡張した学問分野のことで、調査や査定、診断、評価、予防、また感情的、行動的障害を治療することを専門としていると。ですから、やはり病気とか治療とか診断とか、あるいは予防とか、何かそういうイメージをまず持っていただいてよろしいかと思います。今度は日本語の心理学辞典、有比較という有名な心理学辞典で臨床心理学っていう言葉を引いてみると、このように載ってました。前略とあるんですけど、前置きが非常に長くて、後でご紹介しますが、定義の部分だけまず最初にご紹介すると、主として心理行動面の障害の治療援助およびこれらの障害の予防、さらに人々の心理行動面のより健全な向上を図ることを目指す心理学の一専門分野とありました。やはり治療とか予防とか障害とか、そういった言葉が並んでるわけですね。で、長い前置きを省略したんですが、その長い前置きっていうのはこういうふうに載ってました。ちょっとビジーなスライドで恐縮ですが、今日臨床心理学と言われる分野は多くの専門分野に細分化され、しかもそれらの各領域はそれぞれに専門的な深まりを見せつつあると。しかも臨床心理の分野と関連するさまざまな他の領域との関係をも深めながら、新しい研究分野を展開しつつ、その活動実践を拡大しつつある。したがってそうした関連分野との境界線を明確にしながら、かつ今日の臨床心理学の活動領域を全て包含するような概念規定をすることは極めて難しくなってきていると。あえて定義をすればといった、こういう前置きがあって、そしてこれは先ほどと同じスライドですね。あえて定義をするなら、主として心理行動面の障害の治療援助およびこれらの障害の予防、さらに人々の心理行動面のより健全な向上を図ることを目指すと、そういう心理学の一分野であるというわけですね。心理学を勉強すると、その心理学の領域というのが非常に幅広く、多種多様なさまざまな心理学があるということを目の当たりにされると思うんですけれども、その中の一分野であるというわけです。続けましょう。これ私気がつかなかったんですけど、広辞苑という先ほどもご紹介した辞書には臨床心理学という見出し語があって、こんなふうに紹介されてました。
人間の心理的障害病理の問題を心理学的な原理や知識を総合して解決することを図り、そのための理論及び技術を研究する心理学の一部門であると。まあこの広辞苑の定義が今日ご紹介した臨床心理学の定義の中では一番シンプルで、分かりやすいかなという気がいたします。はい。そこで私が書きましたシラバスの中で授業をこのように紹介しています。僭越ながら私も臨床心理学というものを定義しているわけなんですが、臨床心理学は人々の抱える心の問題や生きづらさ、さまざまな不適応症状に対して心理学の立場から理解を試み支援を行うための理論と方法を追求する学問領域であると、私はこのように定義いたしました。そして本授業では、心理学の中での臨床心理学の位置づけや、臨床心理学の概要、心理療法の歴史、基本的な心理療法理論や技法、心理査定、心の問題と、それに対する心理的支援の具体的なアプローチのあり方などを幅広く概観いたしますと。お気づきの方いらっしゃるかと思いますが、先ほどは治療という言葉が使われていたんですね。何度か出てきましたが、私のこのシラバスの中では治療という言葉は使わずに支援という言葉をあえて使っております。それはなぜなら、私は医師免許を持っていない、医者ではないという立場で、しかし人々のお役に立つと、お役に立ちたいということで、治療という言葉ではなしに支援とか、あるいは援助といったような言葉がしばしば使われるんですね。そういった背景から私もここでは支援という言葉を使うことにいたしました。はい。で、この2行目に不適応症状とあるんですが、確認してみましょう。その前に順応という言葉がございます。適応と不適応を確認する前に順応という言葉を確認いたしますが、一般に生活体の内的状態、機能、構造を与えられた環境条件に適合させバランスを保つ過程のことを広い意味での順応アダプテーションというふうに呼びます。で、その順応には感覚的順応と社会的順応の2種類があって、その感覚的順応というのは持続的な刺激提示により、感覚機能の応答性が低下し、感覚の強度や性質、明瞭性が弱まること。例えば、暗さや眩しさに徐々に目が慣れていく、あるいは寒暖に対する体温調節といったようなことが感覚的順応なんですね。つまり最初眩しくて目が開けられなかった状態がだん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 その眩しさに慣れていくっていうことは、つまり感覚器官の応答性が低下していってるということですね。一方、社会的順応というのはここで話題にいたします適応と同じ意味であると。その適応とは、生物が環境に合うように自らの身体や行動を変容させること、またその状態。さらに詳しく説明すると、個体が生後の発達の中で遺伝情報と経験をもとに、物理、社会的、文化的、環境との間で欲求が満足され、様々な心身的機能が円滑になされる関係を築いていく過程、もしくはその状態であると。まあ、若干理屈っぽい定義ではありますけれども、このように心理学の中では適応というのが定義されます。で、不適応なんですが、要するにその適応の反対ですね。物理社会的環境の中で適切な行動が十分に取れず、本人または社会にとって何らかの不利益を招いている状態。
一般に心理的不安定な状態を示す諸症状が現れている場合を指すと。別名適応障害、異常適応、適応異常とも呼ばれると。で、欲求不満や葛藤から各種防衛規制が作動すると。防衛規制というのは、この授業の中で、詳しくご説明いたしますが、適応がアジャストメントという英語であるのに対して、不適応というのは頭に丸がつくんですね。丸アジャストメントと言います。その丸というのはネガティブな意味を表す接頭辞ですね。そうした不適応の状態にある人々に対して心理学の立場から手を差し伸べてお役に立とうというそのための理論と方法を追求するのが臨床心理学であるというふうにひとまずご理解いただけたらと思います。厚生労働省が1997年の厚生白書の中で未病という新しい言葉を紹介してるんですね。どういう意味かというと、 100% の健康はありえないというふうに考えると、一見私たちひとまず健康そうに見えていても完全な健康ではない、 100% の健康はありえないということなので、半健康状態、つまり多かれ少なかれ何らかのリスクを誰しも背負っているというふうに言えるのではないかと。そう考えると、ストレスやフラストレーション、これ欲求不満という意味ですね、あるいは葛藤、これも授業の中で詳しくご説明いたしますが、そういったものは誰にとっても不可避である、避けられないと。ということは、誰もが不適応状態に陥る可能性があると。私自身にもあるわけですね。つまり、そのように考えるなら、自分の心の状態というものが臨床心理学的理解の端緒になるきっかけになりうるのではないかと。つまり、自分自身の心の中を観察していく、その自分の心の中で何が起こっているのか。ということをリアルに体験する。それは臨床心理学的理解につながっていくのではないかというふうに考えられるわけです。まあこういったざっくりとした説明ではありますが、臨床心理学を私がこの授業の中で詳しく説明してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、この授業紹介の動画をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。